こんにちは、浅場整骨院です。今日は浅場整骨院にあるサポーターの紹介をしようと思います。で、トインで扱ってるのはね、バウアーファインドって言ってドイツ製品ですね。バウアーファインド社で、ドイツ社のメーカーと契約をしています。で、スポーツ選手をね、治療することが多いんですけど、スポーツ選手でもね、やっぱいろんなサポーターをこう使ってみて、で、やっぱりこのメーカーがすごいいいねっていうのをですね。で、皆さんそうやって言うので、僕もいろいろ試して、で、実際つけてみたりして、で、やっぱりこれが優れてるねっていうことで、契約した会社になります。で、今日はその中でね、新しく出たスポーツラインシリーズのこの中ですね、スポーツニーサポート、膝のサポーターですね、こちらをちょっと紹介していこうと思います。はい、で、これがね、その実物になりますね。で、特徴的なのがこの、パッドですね。ここは特殊なパッドなんで、シリコンパッドなんですけど、ここにちょうど膝のお皿が入るような形になります。で、ここをね、膝のこのお皿を中心として、この辺りをこうやってシリコンパッドで少し中等度のね、圧をかけると、このね、膝の下にある室外化脂肪体っていうね、ものがあるんですけど、それがね、感覚受容器になってて、で、感覚受容器、深部感覚受容器っていうのはですね、目をつぶって、で、指のこの先でね、目をつぶったまま、こう、鼻の先端、しっかり先端をこう、正確に触れるかっていう、例えばね、そんなような感覚の、感覚受容器ですね、深部感覚受容器。運動の、受容器ですかね。そういったものを、こう、が、ここの膝の場合は、ここの室外化脂肪体っていうところにとっても多くあるんですけど、それを、こう、圧迫っていうか、ちょっとこう刺激をすることで、膝が自分が見てなくても、こう正確な関節の位置を保ってくれるよっていうものになります。で、あとこのね、ちょっと広がったところでもあるんですけど、ここもね、半月板とかそのあたりっていうのを少しこう刺激することで、で、半月板がね、ちょっと動くことで、関節内の、活液法がこう循環して、で、軟骨に栄養が行くようになっているので、なので、軟骨に問題がある方とか、ご年配の方とかもね、多いと思うんですけど、すり減ったりとか。で、そういう方でもよくこう、使っていただけるものになりますね。最近スポーツ中でもね、よく目にするようになってきたと思うんですけど、大体ね、スポーツ中に目にするのが、こちらの方が多いのかなと思うんですけど、去年とかまではね、こういったものが、かなり多かったんじゃないかなと思うんですけど、そのよりスポーツタイプっていう感じですね、が出ました。で、ちょっとね、肌触りが少しこう違うっていうのと、ここはね、少し縦のラインがちょっと長くなりましたね。で、あとは、通気性とか軽量性が、こっちのスポーツラインの方がね、出てきましたので、スポーツ中には向いてるんじゃないかなと思います。で、あとは、この裏ですね、見てもらうと、こういうふうにね、ちょっとテカテカした素材があると思うんですけど、これがね、滑り止めになっているので、スポーツ中の膝のズレですよね、サポーターのズレを、これで防いでくれるっていうものになります。で、あとは、この横ですね、この横のライン。これね、ワイヤーじゃなくて、鉄板でもなくてね、ちょっと硬めの素材になるんですけど、かなりね、こうやって柔軟に動く場所になるので、こんな感じでね、ぐにゃーっていう、こんな感じもできます。なんで、レスリング選手とかね、低い体勢で膝をかなり曲げる競技の人も、とても多く使ってくれてますね。もう、こう、テープでね、ギッとこう締めるものがあんまりないっていうところですよね。通常、こういうような形でね、こう、サポーターのこの、ぐーっとこうやって締めたり、締めてつけたり、こうするんですけど、こういうのがあったりはね、するのが、こう、多いと思うんですけど、でもこういうふうにぎゅーっとこう締めてしまうと、阻血症状というかね、血流をこう遮断してしまって、結局運動のパフォーマンスが上がらないっていうことがありますので、なので、そういうのが、
こういったものは一切ない。なんで、まあ、アスリートにはかなり人気があるっていうことが分かりますよね。で、まあ、その止めてはない、きつく止める必要がないっていうんですかね。まあ、全体的にこう関節を折ったり、膝の周りをこういうふうに中等度圧をかけると、まあ、さっき言ったようにその深部感覚受容器がね、かなり働いてきて、で、膝を勝手にこう安定させてくれるので、なので、強いこう刺激が必要ないっていうものになります。でね、なんと今回、まあこういうようなね、ラインナップがあるんですけど、これがもしかしたらもらえるかもしれない、スポーツフォトコンテストっていうのをね、ちょっとやってますので、詳しくは概要欄をご覧ください。で、期限があるのでね、そちらもご注意して、いただければと思います。でね、本当にいいサポーターをね、ちょっと使っていただきたい。で、まあ、選手寿命をね、長く保っていただきたいっていうのがありますので、使ってないなっていう方はね、知らなかったなっていう方は、ぜひやってみてくださいね。はい、では、浅場整骨院から以上になります。